こんにちは。ご視聴ありがとうございます。では続きを言ってみましょう。少年の呼び方をみんなで考えてたところからですね。すみません、直接的すぎました。あなたたち何を揉めてるの？一時的な名前を適当につけたりしたら、彼が本名を思い出した時にいろいろ困るわよ。少年なんだから少年でいいじゃない。若いのにこの貫禄は何でしょう。今の揺れ、下から来てる。下のフロアで何かあったのかな。ちょっと調べてみます。下から来るなんてよくわかりますね。あ、ソラ。大丈夫です。モニター回復、フロアスキャン開始。コーラ甘いね、これ。ああもう気をつけないと。その間メニューの特殊ガスの気圧に合わせて6気圧で封入してあるんだから、会員料の持ち込み持ち帰りは現金ですって入場するときに聞かなかったの？少年編の時はもっと受けた覚えがあるんですけどね。僕も知らなかったよ。以後気をつけます。いらない。ここちょっとね、調子よくないんだ。さっきからずっと考えてるんだけど、いいコメッチョがなかなか思いつかなくて。いいですね、芸を磨くその姿勢は。マヨちゃんとちょっと違いますね。クラナリ、どいて。ここ、頭痛くない？少し痛い。クラクラする。で、ブラブラ動かしたら痛い？ちょっとだけ。あのウイルス？名前忘れましたけど。フロアの急激な減圧による減圧症の疑いがあります。そっちか。そうね。スバイトの救護室に行こう。クラナリ、おんぶ。減圧症も怖いですからね。おんぶ、早くおんぶしてよ。お願いしましょう。ほぼ減圧症は周囲に急激な気圧変化が起こった際に体内に排出できないガスが溜まってしまうために起こるのです。つぐみんいた？いませんね。あ、それじゃあ私は行くから。急に行くところができたのよ。何か調べてるんでしょうか？必要ない。こんな狭苦しい場所にいつまでもいられないわよ。ま、一人で逃げ出したりはしないから安心したら。たけし君もつぐみんと一緒に行きたいですね。でも減圧症って結構怖いんですよ。命に関わりますよ。要するに付き合いきれないの、あなたたちとは。たけし君寝言でゆうちゃんを怒らせて落書きされるの同じでしょうか。クラナリ、一遍鏡見た方がいいんじゃない？同じですね。あんたね、ともかくさっさと変われた方がいいの。119時間
5日後か。完全悪化推定時刻は5月7日午前4時30分前後となっています。もちろんあくまでも推定ですから誤差は。しょうがないでしょ、民主主義の原則にのっとって決めたんだから。たけし君が料理得意だから作ってあげてるんじゃないの。みんなに押し付けられたんですね。つまり民意を最大限に反映した結果ってわけ。少年視点だけではわからないこともあるんですね。ヒンメル、ここを調べてるんですね。地下4階への扉。別にあなたには関係ないでしょ。つぐみんが何を知ってるのか気になりますね。あなたこそ何しに来たの。何よこれ。食べないなんて言ってない。触ったらすぐに怒りますよ。お礼なんて求めたらダメですよ。まだつぐみんのこと分かってないですね。はあ、私に触らないで。ほら言われた。たけし君が言われたのは初めてでしたっけ。私に触らないで。2回言われた。ねえ、これ捨てといて。ゴミ。たけし君、ここは我慢です。耐えるんですよ。つぐみんから何としても情報を聞き出してください。事前に何も言わずにソラがいなくなるなんて。ゆうちゃん、しらじらしい。出るでしょ。え、ああ、これさっき制服にソースこぼしちゃって。ポイ室に着替え1着だけ入ってたから。これは普段着なわけよ。着替えたのってもっと後ですよね。レミューに一番詳しいのはソラなんだから。ソラさん探しても無駄ですよ。え、あ、うん。ユウちゃん言わないの。了解。ピピは探しても無駄って言わないの。行くの？ねえ、何やってたの？調べてたの。何を？このエレベーターを。愛のこと？そう。それを調べるのにこんなでっかい荷物が必要なの？つぐみんは知ってるから修理に行こうとしてるんですね。
これは後で必要になってくるの。今はただエレベーターの状態を見てただけ。ココちゃんの質問には素直に答えるんですね。ちゃんと動くかどうか、扉が手動で開くのかどうか、ココちゃんいろいろ聞き出してほしいですね。それじゃあ行ってくるから。一人で行くの？たけし、ちょっと付き合ってくれない？つぐみんの方から。このつぐみん編は今までのつぐみんと明らかに態度が違いますね。たけし、あなたのことがどうしても必要なの？いや、これは逆に怖い。何か企んでますよ。まあ手伝いますけど。お願い。ないと無理じゃないの？マグロじゃなくても。そうみたいね。他のものでもいいですけど、なんか重いものあるでしょう。沈まないなら沈めるしかないでしょ。どうするの？水を入れて沈めるんですね。マグロ持ってくればいいのに。ピンチなんじゃないんですか？下に到着する前に呼吸できなくなっちゃう？引きつったエミってすぐみにとっても想定外ってこと？すぐみ無鉄砲ですね。かもね。重りを持ってくればいいってことに気がつかなかったんですね。完全に水の中。着いた。開かないの？たけし君頑張りました。一緒にピンチを乗り越えたから少し仲良くなれるでしょうか。
敗したと思ってるの？余計なことは言わなくていいですよ。なるほど。最後には恋人になれそうな道筋が見えましたね。そこまで行くのはまだ大変でしょうけど。だから？またいつもの感じ。あ、たけし君、そういうこと言わなくていいですよ。そんなこと言ってない。たけし君全然訴えてない。学習しない。強がってなんかいない。それにまたぶたれた。いい？繰り返すけど、私はあなたに助けてなんて一言も言ってないから。そうですね、たけし君が勝手にやったんですね。わかりましたよ。まだ言うんですね。あなたに助けられるくらいなら死んだ方がまだよかった。そこまで言わなくても。もう恋人への道のりは遠いですよ。あの言葉？それはおもりでしょ。ええ、したわ。それがどうかしたの？たけし君鈍いですね。あなたバカでしょ。たけし君依頼生じゃなさそうですね。まだ気づかないの？待って。これは少年と一緒ですね。開かない方がいいと思う。少年はループした時に記憶を失いましたけど。危険だから。多分つぐみんは記憶を持ったままループしてるっていう説はありえるんじゃないんですか。完璧な記憶ではないかもしれませんが、少年よりはかなり記憶が残ってるとか。熱水を利用した発電機から出火するとは考えられない。私が答えるかどうかは気分とは関係ない。意味のある質問には答える。そうじゃなければ答えない。ただそれだけ。ああ、このタイプは職場の上司だったら嫌ですね。意味がなさそう。でもそういう質問には答えたくない。実は意味があるんですよ。確認のための質問。あなたには知る必要のない質問。私が知らないことを知ってるくせに聞いてくるような質問。世の中にはあまりにも不毛な会話が多すぎる。そう思わない？空気をピリつかせないための会話ですよ。つぐみんみたいな人ばっかりだったら学校も職場も楽しくないですよ。ねえ、
先、顔が近い。今度は私の番ね。質問してもいいでしょう。何でしょうか。目閉じてくれる？正確に言うとお願い。またなんか企んでますね。何するんでしょう。閉じて。閉じてて。怖いですね。このゴキブリ野郎、ゴキブリ野郎。え、何なの。便所コオロギよ。人間のソラさんか。ユウちゃんと結婚したい。つぐみちゃんとはもう限界です。このことは分かり合えません。いいのに。待ってても答えないの。意味のない質問だから。悪人ではないんですが疲れます。突っ込んでくれるでしょうか。ダメですね。ゼロ。ほらね、電気がつくまでちょうど17秒。まよちゃんもそんなこと言ってましたね。とにかく17っていう数字がたくさん出てくるんですよね。触らないで。たけし君、そろそろ覚えましょう。触ったらぶたれた。触らないでって言ったでしょ。これただの潔癖症じゃなくて、なんか理由があるんでしょうか。触られることへの拒絶がかなり強いですね。アンファイトランティア。スーパーネクリンチョ。あれ、知らないの。スーパーネクリンチョ学校で流行ってるんでしょうか。嘘だよ、絶対知ってるはずだってば。ねえ、タケピョンは知ってるでしょ。存じませんよ。
私も。へえ、そうなの？なんだ、みんな知らないの。まったく、しょうがないな。お待たせ。少年、使いっぱしりやってくれたんですね。しょうちゃん、おかえり。お、気が利くじゃん、少年。あとついでだからこれも持ってきたんだ。これだよ、これ。誰かお腹減ってる人もいるかなと思って。おお、素晴らしい。さすがお兄ちゃんですね。本当に本当に気が利くな。2年でゆうちゃんより大きくなりますよ。あの、他にいなければ私に一つちょうだい。すぐに育ち盛り。たけし君、また余計なこと言ってる。黙ってあげればいいのに。占い面白いから黙って見てたけど、あんた本当に何も聞いてなかったのね。ゲートに入場する時の説明。ところでソラ、私ね、実は男だって言ったら信じる？え？邪魔しないで。私は空に聞いてるの。どう？信じる？いいえ。じゃあ、私の歳が二十歳を超えてるってのは？可能性はあります。空さんを試してるんですね。私は独身なの。これからも多分そうね。主義だから。ええ、そうかもしれませんね。実はね、たけしは3年前に性転換して男になったの。本当よ、さっき聞いたの。それはさすがに信じられません。あなた本当に優秀みたいね。何が分かったんでしょう。つぐみん、こういうの詳しいの？つまり空は他人の嘘を見抜けるの。未知の情報の真偽を分析できるのよ。さらに与えられたデータを比較参照するだけでなく、運や勘の要素も取り入れて自律判断ができる。コンピューターが自分で取捨選択をしてデータを更新してプログラムを書き換え効率化されていく。ものすごく高度なことなのよ、これは。まゆちゃんみたいですね、つぐみん。はい、最新の技術が使われています。でも自分が嘘をつくのは下手なんです。そちらの機能はまだまだ未発達なんですよ。本当ですか？嘘をつくのが下手っていうのは嘘なんじゃないの？あれはただの設定です。私に設定されたプロフィールがそういうことになっているというだけです。あのウイルスのこと秘密にしてるでしょう。嘘とは違いますが、会社から特別な命令を受けてるんじゃないんですか？そろそろお時間来ちゃいましたね。はい、というわけでたけし君視点のつぐみんの2回目でした。予想はしてましたけど、すぐみんは手強いですね。
雨降って地固まると言いますから、苦労した分だけ最後には強い絆となって二人が結ばれればいいんですが、今回はつぐみんだけじゃなくて他の人の性格というか性質もさらに理解が深まりましたね。ココちゃんとユウちゃんは笑いにストイックというか、ソラさんの正体を知らないたけしくんは面白がって、ユウちゃんは演技を続けてたし、ココちゃんは減圧症になりかけてたのにコメッチを一生懸命考えてましたね。あのいい加減なモノマネを平気で披露してきたマヨちゃんとちょっと違いましたね。同一人物説はないかもしれませんね。ツグミンがヒンメルの扉を調べてたり、体を触られることを極端に嫌がったり、ソラさんが嘘をつくのが苦手っていうのも本当かどうか怪しいし、他にも細かいところでいくつか気になりましたが、まあおいおい分かってくるんだと思います。というわけで、今日も最後まで見てくださりありがとうございました。